何をしてるんだ、行け。行けって言う。おお、やばい、強い。ナイス。手術室はどこだ。時間がない。ナイス。いいぞ、ジュエル。やれ。おい、家こら。最上階の奥だ。なるほど、ナス。こいつはお前はもうダメだ。ありがとう、ナス。聞けてよかったぜ。俺はな、お前らの命、100万人の命よりエリーの命なんだよ。奥だな。どこだ、奥だな。ちょ、もう行くぞ。やべ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 、スペースペースペース。いや、でもここ慎重に行こう。侵入者がいる？関係ないね。よし、ここら辺で必要物資は全て漁っていけ、ジョイル。あいつをまずやる。エルフの戦士強いぞ、ジョエル。いいぞ、ジョエル。弱点をしっかり理解しているんだな。あやべ、外した。あおん外しちゃ、外してしまいましたわ。こっから弓の音に釣られてるから。はい、うん。いや、あいつ生きてんの？マジか、生きてんじゃん。余裕で生きてんじゃん。行った。やられた、やられる、やられる。うらいやがれ強い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 。俺のディアブロを舐めるんじゃねえぞ。弾拾う。あとはあっちに刺さった矢も回収して生かす。うわ、来てる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 。いや、これ数めっちゃ多いか。そりゃそうだよな。ファイアーフライ VS 私。かかってきなさい、かかってきなさい。うん、そこにいるんご。ズームインはいらない、関係ない。しゃがみ、ジョエル、気をつけろ。当たりっこねえぜ。ハサミは取る。キョンくん、キョンくん、あっ、いった。うるせえ、やべ、これ後ろから撃たれてんのか俺。道理でやべえと思ったぜ。こんのこんのこんのすげえ、このいった、つえ、拳で。あそこか、あいつやるぞ。どこ、よし、当たった、うまい。それはうますぎる。それうますぎないか、今の。あまりにもうますぎる。俺は元はエルフなんでね弓の扱いに長けているぞ。いいぞ、ジョエル。あ、やべ、敵がいる。あ、今、おい、仲間の音に。仲間は心配だよな。俺が、お前らの仲間が、お前らが仲間が心配のように、俺もエリーが心配なんだぜ。分かってくれるか？お、来てんね。明かりなんか照らしたらダメじゃねえか。位置がバレバレだぜ、坊や。歩いてきてる。今！うまい！え、でも正面から狙われてるか、これ。バレてそうだな。これバレてんな。これバレてる、おそらくバレてる。いった！マジマジマジ。マジマジ。うわ、どこから？うわ、そっちか！うわ、マジマジ！おい、ふざけんな！やべ、死ぬ！危ねえ！危ねえ！おい、そこにいんな！よしよしよし。マジマジ。やめて、今は来ないで！誰も来ちゃダメ！やべ、弾がなくなった。いや、これ裏から回られたら終わる。急げ、解放射撃だ。どっからだ、どっから来てる。とりあえずこっちだ。とりあえずこっち逃げよう、ジョエル。ジョエル逃げよう。今はとりあえず下がろう。あ、ちょ、食べ物ある、飯ある、飯、飯ある、回復して。よしよしよし。おい、かかってこいよ、てめえら。俺、お前らなんかな。あんたたちなんか全然。待った、これあれだわ。こういう時こそ爆弾ぽいだわ。はい、爆弾設置しとく。そうすると近寄った時によーし、ドカンとやってくれる。こういうことを使おう。その辺投げとく。よーし、爆弾ですわ、困った時の。しかも爆弾もう3つぐらい投げちゃおう。ぽい、おい、こっち来いよ。いや、めっちゃ走ってきてるやついない？とりあえず作るか。手持ちでこれ爆弾作りまくろう。よしよしよし。あとはこういう粉を、ね、いわばバレてんのか、俺バレてます。いった、横か、てめえ、横か。やりやがった、やばいやばいやばい。それはね、まずいぞ、相当やばいね。とりあえずこれ投げる、あげる、プレゼントフォーユー、あげゆー、イエーイ。あ、あいつも死んだじゃん、助かった。で、こいつ来てるの、こいつ俺を殺しに来てる。いや、完全に俺のことやりに来てんだ、こいつね。こいつ完全に、完全にやりに来てるね。やばいやばい、近い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 です。皆さん近いです。皆さん近いです。プレゼントでーす。あげまーす。即席爆弾でーす。みんな寄れ。イエーイ！イエーイ！空前絶後のジョエルの爆弾。ふー！最高。これ物資多いだろ。いや、物資落ちま、あ、何、アサルトライフル手に入れたんだが。
そんなのありか。いや、そんなのありか。そんなのありなのか。うわ、アサルトライフルだ。これはアサルトライフルだ。やば。アサルトライフルはやべえな。でも回復が欲しいな。回復がないから今作るか。材料はあるんだ。2個作ろう。2個作ろう。これ手術じゃない？手術中で10回行ってってやつだわ、これ。わあ、バイオハザードみてえなマークある。おお、おい、やべやべ。ビュンビュン。やべ。ほら、おとりだ。おい、人質だ。おい、撃てないだろお前。お前には撃てっこねえよ。あ、やべ、リロードしないと。お前殺す気かこいつを。あ、死んだぞこいつ。ああ、いった、俺も死んだぞ。ああ、やばいやばい、みんな来る、みんな来る、あげる、バカチロ。おーい、こんなに爆弾使っちゃっていいのか。いいでしょう、いいでしょう、ズバリいいでしょう。誰かおるか。お、いの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 、いる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 、やばいやばい、痛い、いてんだこの野郎。何してくれてんだ。スナフキンみてえな格好のやついんな。スナフキンさん、ここで一旦なんかいろんなものの見直しをしていくか。治療速度、照準とかここでやるんじゃない。今こそ照準の時だわ。よし、聞き耳なんていらなかったな、このゲーム。最初から聞き耳なんていらなかったんや。奥にはあるのは取れなかったアイテムでしょ。ここ手術室だろ絶対。 150%。 あ、ああ、よしよしよし、封鎖、ナイスジョエル、賢いわそれ。それ渾身の賢ポイントだ。めっちゃ上の方来たぞこれ。5階かここ。誰かいるか、怖えな。こっちか、こっちに進んでいくのか。どうした、こっちはないのか。うわー、いろいろあるな。ちょっとアイテム物色していくか。この辺のアルコール、メモがある。マーリンのレコーダー1。なんてことだ。つまりあの子を殺すということ。やめろマーリン。私の指示で感染菌との戦いはどんどん厳しくなっているわ。もう疲れた。私はただ、やめろ、やめろ、やめろ。行かなければな、早く。いや、いるいる、ほら、行って当たんのかよてめえら。やるじゃん、いい腕してんじゃねえかてめえら。ちょっとずつ出よう。で、あの顔面やろう。よし、抜いた。顔面やろう、居抜きました。そこに行って、これ俺も当たるわ。ちょっと見えてるとやっぱ俺も見えてるんだわ。そこ、ナイスー。あ、間違えた、ごめんっていうのを誰に。あ、ごめんだ。リロードがさ、バイオと一緒になるから、そこだけは気をつけなさいってお母さんあれほど言ったでしょ。めっちゃいる、出てこいこの野郎。よし、どうすんだよお前これ。めっちゃ人いいんじゃねえかよ。いやでもこれちょっとずつ詰めていくしかない。で、回復してちょっとずつ詰めてったら何も問題はないね。で、まず手前のやつ、おお、じゃあこっちから。ああ、アサルトライフルの弾最強。こっちは、ああ、なんかいろいろあるぜ。じゃあまずこっちから行ったらいいんじゃない。ていうか横から全然回り込めんじゃんこれ。じゃあ俺横からやるぞ。あいつ気づいてねえしよ。バレた、やべやべ、バレた、危ね危ね、やべ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 、バレたバレたバレちゃった。いや、そこにはいるな。3人ぐらいいるのか。で、3人はどういう集まりなんだっけ。やべ、直接ぶち当たったわ。全員やった。やべやべ、後ろか。てめえが確保すんだよこのクソ野郎。しゃがめジョエル、まずいぞ。よしよしよし、とりあえずなんとかなった。一人まだ生きてんな。お、俺の爆弾から生き延びるとはなかなかやるやつだね。おいおい、来いよ。よし、やろうぜ、対マンしようぜ。俺と俺と対マンしようぜ。当たりっこねえぜてめえ。どこ狙ってんだジョエル。まずやれやれ、オラーオラーノーキンファイツイエー。全員倒した。
アイテムとかはないかな。よし、これで。いや、まだあるのか。いや、まだ結構あった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 とは。よし、これで時間稼げ。え、何やったの今。え、バグじゃない。今何したの何したの。あったとあったって何やったの今。今何やったの。何も見えなかったけど、今何してたのジョエルは。あそこか、手術室は。これで時間を稼げる。本当にここ入っていいのか。でもここだよな。で、アイテムは、アイテムも何もないってことは、ここで全ての準備を整えていけな、いかなければいけない。だからこんなことをしてる間にも、エリーいる。エリーおるか。エリー、あ、まだだわ。どこだ。うわあ、お前たち、お前たち、俺はお前たちを許さない。お前たちを。ドクター、何をしてる。諦めろ。おい、我らの未来のための犠牲。どけ。やめろ、近づくな。おい、どけ。いいか。おい、おい、やめろお前。どけお前。メスで、メスで未来知らねえな。おい、こいつ多分殺さないとダメか。死ねえ。おりゃおりゃ。ああ、そうだ、お前たちだって人殺しじゃねえか。おい、落ち着け。おい、まずお前からやってろか。おメス、逃げたいか、行きたいか。このおん、おん、やめて、死にたくない。これエリーをそのまま助けるって選択肢じゃないのか。あ、行けるのか。あ、助けられたわ。大丈夫エリー、よし大丈夫だったわ。あいつすまん、壁にぶつけてすまん。よし、行くしかない、逃げよう。下がれ。よし、エリー、エリー、どこに逃げたらいいの俺これ。エリー、エリー、援助してくれ、目覚めてくれエリー。行くしかない。ここから出してやる。おお、エリー、俺と一緒に暮らそう、幸せに暮らそう。いや、俺は逃げる、俺は行く、エリーと共に行けるんだ。これ駆け落ちです。どっちだ。やばい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 、地球どっちだ。おい、迷ってる。うおお、通せこの野郎、通してください、通してください。あれだあれだ。いや、見つけんじゃねえよ。近づくな、誰も俺に近づくな。よし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 、急ぎ急ぎ急ぎ、さよならです。外から開くボタン絶対に押さないでくれよな。よし、あー、エリー大丈夫だか。エリー、いや、救えたわ俺は。この子よかった。いや、でもしょうがない、もうこの子との絆は計り知れないんや。世界を捨ててでも俺はエリーを救う。これ待ち伏せとかされてないよな。されてたら終わるぞ。大丈夫、待ち伏せされてる。大丈夫。その子は救えない。あお、ここから連れ出したって死ぬのよ。死なない。クリッカーに襲われてバラバラにされるか、その前にレイプされて殺される。そんなことはない。お前が決めることじゃない。エリーも望んでる。望んでいない。分かってるでしょねえ、今からでも正しいことをして、エリーは苦しまないから。どうしたの、どうしたの、どうしてるのこれ、どうしたの、どうなった、エリーと共に来たの、どうしたのこれ、どうなったの、結局どうしたのこれ、どうなったの、ジョエルはどうしたの。あ、でも寝息が聞こえるということは、エリーがいる、エリーがいる、マーリーンを殺してでも来た。まだ寝てろ、薬が効いてるんだ。何があったの。何もないよ、大丈夫、ちょっと検査をしただけさ。ファイアフライを見つけた。はいはいはい。お前以外にもたくさん集まってた。ああ。免疫を持つやつが何十人もだ。ああ、そうなんだよ。お前がいなくても平気だ。平気だった、世界は。それに奴らは。え、あ、隠し持ってた銃でやったのか。治療法の開発をやめた。
帰り道だ。すまない。エリー感づいたんじゃ。それでね、出てきたのか。マリン撃ったんや。待って、撃たないで、お願い。また追ってくるだろう。ああね、しょうがない、エリーのためにはしょうがない。これはもう隠居の話。あ、待って、これエリーじゃない。体力が少ないからエリー視点か、これ。いや、そうだわ。ここからは歩きだな。ね、はえー、二人で逃げてきちゃった。ここからはまっすぐ行くだけだ。行こう。分かった。ああ、綺麗だろ。綺麗だよ。あたしとしか綺麗。あ、通っていいの？失礼します。有刺鉄線だから痛いです。ありがとうございます。頭に気をつけろよ。ジョエルも通って。よし、ジョエルも通って。俺も年だな。そんなことないよ、ジョエル。隠居だ。二人で隠居しよう。まだ行ってなかったと思うが、サラとはしょっちゅう山に登ってた。なるほど。あいつの方が得意だったけどな。お前ともいい友達になれたはずだ。えい、とものすごく気があったと思う。うわー、綺麗。さあ、あ、これトミーのところ。もうすぐだ。あ、トミーのとこじゃない、これ。トミーのところ帰ってきたんじゃないの、これ。やったぜ。やったぜ、おい。そう、遠くないぞ。おい、トミーのとこじゃないの、これ。多分そうだよね。違ったらあれだけど。あー、ちょっとねえ、ジョエル、私が行けなくなっちゃった。ジョエル、私はこれどうやって行くの。私はこれ。よし、任せろ。あ、ありがとう、ありがとう。いやー、うん、よーし、こうやって二人でここまで乗り越えてきたんだ。ありがとう。どうした、エリー。待って。どうした。ボストンで噛まれた時だけど、うん、一人じゃなかったの。そうなん。私の親友もいて。ああ、一緒に噛まれた。ああ、途方に暮れてたらその子が言ったんだ。待ってればいいじゃない、どうせ最後はみんなおかしくなっちゃうんだからって。私はまだ待ってるの。エリー、ライリーって子だった。あの子がまず死んで、それからテス、それにサム。どれもお前のせいじゃない。そういうことじゃないの。俺はな、生きるためにずっと戦ってきた。お前も何があっても戦う目的を見つけなきゃダメなんだ。こんなことを聞きたくないってのは分かってる。誓ってよ。だが、ファイアーフライについてさっき言ってたことは全部本当だって誓って。ああ、それは誓うよ。ああ、本当だ。気づいてんだよね、これね、エリー。わかった。ああね、終わったわここで。絶対気づいてたもん最後。いやー、いい子ですわ。いや、二人で幸せに暮らそう。二人で幸せに暮らそう、もう。いや、神ゲーだわ。マジでいいな。いい話だったわ。最高だよ。